皆さんどうもどうも、ハラハラジェロックのハラハラです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早速ですが、今回はラウドロック初心者に向けてラウドロックの聞き方について話していこうと思います。今回はラウドロックを聞いたことがないという初心者の方に対して、ラウドロックをどういう順序で聞いていけばいいかということを第3段階で説明していくという形になります。僕の主観バチバチで喋っていくので、これは違うなとか、自分もこういう意見があるんですよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。まずラウドロックを聞いていくにあたって、一発目におすすめしたいバンドとして、まあ、3C と言いたいところではあるんですけれども、まず個人的な一発目、ワンオクから聞いてほしいですね。よくあるのが、ワンオクはラウドじゃないみたいな論争が結構繰り広げられてるんですけれども、現在のワンオクはそこまでラウドロック的要素は強くないですけれども、過去のアルバムだったらラウドロック的要素があるのではないのかと思っています。特にニッチシンドロームと人生かけて僕は、35アンビションズ、ここら辺は特にラウドロック的要素が強いアルバムだと個人的には思ってますね。そもそもワンオクは基本的にはクリーンパートがほとんどなんで、曲中に飛び道具的な役割で数回シャウトが入るだけになります。ですので、ラウドロックを聞いたことがないという方でも全然くどくは感じないですし、まあ、何よりラウドロック的サウンドに耳を鳴らしてもらいたいという意味で一発目に持ってきたって感じですね。加えて歌詞も日本語と英語が使われる曲で、英語のみの曲、日本語のみの曲という形でバランスが取れてるのも推しポイントの一つなのかなと思ってます。なので、英詞が好きな層と日本語詞が好きな層、どちらにも刺さるとは思っています。僕もそうなんですけど、今ラウドロックを聞いているという方の中でも、ワンオクが実は原点ですみたいな方も多いんじゃないのかなと思います。ついでになって申し訳ないんですけど、ワンオクに付随してマイファスも曲によってはラウドロック的要素があるバンドになりますので、ワンオクと同時進行で聴いていただければとも思いますね。個人的には少し前のアルバムになりますけれども、アンチテーゼ、こちらは日本語詞と英語詞がバランスよく取り入れられているので、まあ、ラウドロック初心者の方でも付きやすいアルバムなんじゃないのかなと思います。で、ワンオクの次に何を聞いてほしいのかと言いますと、これは個人的に結構分かれるんですけど、日本語詞が好きな方はホルモン、英詞が好きな方はシムとコールドレインになるんじゃないのかなと思ってます。まずはホルモン、こちらは言わずと知れた大御所のバンドになりますけれども、シンプルに歌詞がキャッチーで聞きやすいという理由で持ってきましたね。結構ラウドロックバンドって歌詞が重かったりだとか、英詞の場合正直何を言ってるのか分からないという方も多くいるとは思いますが、それを一掃してくれるのがホルモンだと思います。キャッチーでコミカルな歌詞に対して、ヘビーメタルのサウンドも取り入れてるような曲も多いので、初心者が重いバンドになれるにはうってつけのバンドなのではないのかと思いますね。とりあえずブー生き返すは聞きましょう。で、続いてシムとコールドレインですね。シムに関してはクリーンパートがメインで、デスボイスがアクセントとして要所要所に使われているので、ワンオクを聞いた後の第二段階として聞くにはうってつけのバンドなのかなと思ってます。加えて横乗りのレゲエの要素も加えてるんで、ノリも良くて聞きやすいかなと思います。僕もそうだったんですけど、ワンオクのミュージックビデオの関連でシムのミュージックビデオが出てきたりするので、そこからこうワンオクの派生でシムを好きになったって方も多いんじゃないのかなと思ってます。とりあえずシムに関してはシーズオブホープを聞けばもう間違いないと思います。特に代表曲のキニングミ、これは中毒性の高い合法の危ないお薬なんで、非常に依存性が高い曲ですね。コールドレインに関してはラウドロックの中でもどちらかというとこうメタル寄りのサウンドが売りのバンドだと思っていて、だからこそラウドロックを知らない方の一発目として提案するのはなかなかこうハードルが高いんじゃないのかなと思ってます。なので、一旦ワンオク挟んでから聞いてもらえたら聞きやすいんじゃないのかなと思ってます。コールドレインといったらメタルコアのサウンドだったりとか、ヘビーメタルのサウンドを掛け合わせたような重厚なサウンドに加えて、なんといってもマサトのハイトーンとシャウトがこう光ってるバンドだと思ってますね。ライブ見たら分かると思うんですけど、口から音源ってこのことかっていう実力です。アルバム単位で言うと、ビーナはコールドレインの魅力が詰まってるアルバムだと思いますので、ラウドロックってこんな感じなんやなみたいなのを体感するにはうってつけのアルバムだと思ってます。僕の中で第2段階はこの3つのバンドになると思ってます。曲にはよりますけれども、メタルコアとかと比較した時にはデスボイスの割合は少なめですけれども、デスボイスの割合的にはワンオクと比較した時には多め、サウンドも重めという理由で選出しました。で、第2段階でホルモン、シム、そしてコールドレインを聞いたということで、十分頭はラウドロックに洗脳されてると思います。で、ここからは第3段階として、まずメタルコアであったりニューコア色の強いクロスフェイス、クリスタルレイク、ペールダスクで、今は活動していないけれども伝説的なバンドの枠として PTP とファクト、あとはビジュアル系の枠としてリンチとガゼットかなって思ってます。クロスフェイスとペールに関してはエレクトロっていうこういわゆる電子音を多用したニューコア的な要素が強いバンドだと思っていて、コールドレインやシムでは体感できなかった未知のラウドロックが体感できると思っています。アルバム単位で言うとめちゃくちゃ悩ましいんですけど、クロスフェイスはゼノで、ペールダスクがハッピートーク、まあ、この2つどちらともベストアルバムって言われてるぐらいのものなんで、とりあえず聞いとけば間違いないです。で、これ聞いた上で後々他のアルバムにも手出してってもらえたらなって思ってます。で、クリスタルレイクに関しては先ほどの2バンドと比較したときに、そこまで電子音を多用しているバンドっていうわけでもないので、ほとんどが歌と楽器のみで構成されるドストレートなメタルコアを体感することができます。アルバムで言うと僕がただ好きだからっていう理由でサインです。とりあえず最初はこれから入れば
ればいいかなと思ってます。続いて PTB とファクト。ファンの方々からしたらこんなのラウドロックの義務教育だろみたいな感じで思うかもしれないですけど、とりあえず一旦はコールドレインとかシムとかのバンド聞いてもらって、このバンドたちの先輩方にはこんなすげえバンドがいるんだぜみたいな感じで聞いてほしいなと思ってます。この段階まで来たらラウドロック初心者の方々はシムとかコールドレインを通ってるので、別に PTP を聞くにあたっても違和感は感じないと思います。ただちょっとファクトに関してはサウンドであったりボーカルの声質が非常に特徴があるバンドなので、正直好き嫌いは分かれるバンドなのかなとは思ってます。ただファクトに関しては本当にジャンルファクトと言っても過言ではないような唯一無二のサウンドを持ってるので、なんか全然分かんないけどすげえバンドいるなーみたいな感じで聞いてもらえたらいいなと思ってます。続いてビジュアル系枠、ガゼットとリンチです。これは世代的な問題もあると思うんですけども、はっきり言って今の10代から20代の方々ってそこまでビジュアル系に馴染みはないのかなと思ってます。加えてラウドロックの初心者の層も10代から20代が非常に多いのかなと思ってます。でそういった方々向けでビジュアル系にも触れていただきたいなっていう僕の思いも込みでセレクトしています。その中でガゼットとリンチということなんですけれども、どちらのバンドにも共通して言えることが、皆さんがラウドロックと聞いてイメージするようなクリーンパートにちょいちょいデスボイスが入ってくるようなものに近いバンドだと思ってます。クリーンパートに関してはビジュアル系特有の歌謡テイストな歌い方もされているので、また違った感覚も味わえます。ただこの歌謡テイストな歌い方に関しては好き嫌いが分かれるものだと思うので、あまりそういった歌い方が好きじゃないって方に関してはおすすめはできません。アルバム単位で言うとガゼットはやっぱりトキシックで、まあリンチはいろいろあると思うんですけど、僕の中ではギャローズかなと思ってます。第3段階ではメタルコア色の強いバンドで、今は活動してないけれども昔いたすげえラウドロックバンドで、ビジュアル系のラウドロックバンドというこう3パターン持ってきたんですけども、これらのバンドを聞いてその先にあるのがデスコアであったりヘビーメタルのようなさらに重い音楽を聞いていくのか、はたまたビジュアル系を好きになってビジュアル系メタルとかを聞いていくのか、あるいは新しいジャンルの音楽は一切聞かずに今聞いてるラウドロックバンドをひたすらリピートしていくかっていう、人それぞれに流れはあると思います。あくまで僕が思う中ではこの3段階の順序で聞いていけば違和感なくラウドロックには洗脳されていくのかなって思ってます。で気づいたらラウドロックが生活の一部になってるかなと思います。以上が今回の内容になります。今回に関しては僕の主観バチバチでお話ししてたんで、ちょっとこれは違うだろうみたいな意見はあると思います。もちろんですね、ラウドロックに対して多種多様な意見はあると思いますので、ぜひ皆さんのご意見も聞かせていただけたらなと思ってます。で個人的にはこうラウドロックは未だに先入観が強いジャンルだと思っているので、いきなりハードなバンドから聞くというよりもラウドロック的要素が少しでもあるようなバンドから徐々に耳を鳴らしていってラウドロックに洗脳されていったらいいなと思ってます。で僕こんなこと言っときながら自分の好きな音楽を押し売りするのってあんま好きじゃないんですよ。なのでラウドロック未経験であったり初心者の方に関してはこんなバンドもいるんだとか、こんな聴き方すればいいんだみたいな形で頭の片隅に入れてもらえたら嬉しいです。このような形でですね、当チャンネルではラウドロックも含めたフォーロックについての動画を投稿しております。ラウドロックそして日本のバンドが好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。